早く。早く。じゃあ早く。ボディがどんなボディ？ボディ。長いボディ。はいはい。どう？もう一つギア上げましょうか。3、4、5、巻くんじゃなくて、外からこう巻くんじゃなくて、ここに投げる。ドン！今度は遠くまで届くか。これ巻くから、近くに流しながら。ここら辺におったら、前でね、バーンって行けるけど、ここで、前からもう全然そうです。そうですね、バックの話しちゃっていいですか。こう急いでしまったら、僕、結構、皆さん、スパーリングとマスシュっていうのを見てるじゃないですか。でそうすると、今のシャドウと、まあ、遠目なんですけど、相手がいるかいいかと、なんかスタイルが違う。もっと普段のマークだとこうどっしり構えて、でその時に左をもっと動かしながら詰めてるバランス悪いからで、こう変にこうちょこ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 っていう風な動きがしないとね、こうどっしり構えてそのまま詰めていかないと、やっぱり多分僕が早く早く早くとかやるんでめっちゃ良かったと思うんですけど、それだとまあパンチ出す練習とかその自分の体を動かす練習にはなるんですけど、普段のボディーを、まあ、何のためにシャドーボクシングをするかっていうと、身体能力を高くするためにシャドーするわけじゃないので、要は実践に向けてシャドーボクシングをするということでいうと、普段のスタイルっていうのをちょっと頭の念頭に考えながらやるとまた違う。でもジャブ一つ出すのを、今ちょっと見てたし、でもああいう3つはあんまり出せない。もうちょっと感じをつけて、左をこう動かして、動かしての感じを感じるのと、体を軽く動かすのを、ドンし、もっと強いジャブを、マスクを、例えば、シャドウしてみてください。この時に、ジャブを、バン、バン、バン、ジャブ、ジャブ、バン、バン、バン、これがシャドウのジャブです。アムさんの、マスクの時のジャブは、ドン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 、一回それジャブして、サラダをして。そうです、もっとね、ダン！そう、それを、シャドウ、ジャブ、もうちょっと入れてみて、組み立ての中で。この組み立ての長さがないから、ボディも、もっと分かりやすい。もっと分かりやすい。今、ドン、ドン、ドン、もっと分かりやすい。ゆっくりなジャブ、ゆっくりなジャブ。で、ここで当てるっていうのを意識して、もっと分かりやすい。まっすぐ、そうそう。そう。そう。そうそう。そんな感じ。これすると、めちゃめちゃ一つのジャブっていう感じでもメリハリがつくんですし、どうしてもシャドウってなっちゃうと、こう何気に全部のパンチを同じリズムでこう出してしまいそうです。じゃなくてこれも当然試合だとフェイントもするし。ちょっとした軽いジャブを試合の組み立ての中に入れていったり、相手を揺さぶるために入れていったりっていう動作なんです。そこはちょっとシャドウってなっちゃうと、どうしても抜けてしまうというパンチを打つっていうことが、その、ちょっと軽いアップっていう風な感じになっちゃうんで、じゃなくて、本番の試合は相手がそこにいる、想定して相手が来た、ジャブ打たれた、弾いて、パーリングをやった方がいいです。あんまりこうパーリングをリアパーリングとかディフェンスにリアクションじゃない。普段こうやってる時にこうバーンバーンバーンでこうパーリングしちゃうんですけど、でも多分その距離その間合いだと当たってるんです。でも本番のマスやったらダーンダーンダーンっていってジャブが来たって時に多分パンプさだったらこれぐらい、そのリアリティもシャドウに出してる。これは大きい相手が一歩踏み込んできたストレートやから半歩踏み込んでしまう。でこれは浅いジャブやからこれをパンに触る。その距離感もリアルになるともっと、シャドウも使えるし、練習になるミニマルシャドウになるし、
ここのボクシングジムやから、こうやってやっててもおかしくないんですけど、これ一人でやったらもう、あっともおかしくなったら、一人でこういう、こういうことをしてる。今、映ってだけじゃなくなって、相手が来たっていうのを、触れた、今は触れた。で、こっちに回したら、当然こっちに詰めてきよるから、で、こっちに。で、ここで、スッ。他のもの、首だって。今、しんどかった。距離を取って、休んでるよっていうのも今の頭の中でちょっと考えた。わかりました。いやー、なかなかそこまで考えるなんとなくやってますね。ありがとうございます。ボクシングって、鏡ありますやっぱ。でも、試合になったら鏡ないから自分確認できない。どういう風に試合してるのかって、まあ、後でビデオ見たんだけど、やってるこの骨も分からない。で、体を使ってるスポーツだから、だからこそ人のボクシング見てそれをコピーするっていうのはめっちゃ大事です。体がちゃんとその人の通りに動いてるから、メールでさ、このブロックやこうやってるのっていうのでそれっぽくできるからっていうのも、まあ、その真似するとそれが実際にできてるかどうかっていうのも頭の中で、お疲れ様です、何パーセントできてるのか、ちょっとかけ離れてるか、お疲れ様です、そういうのは思う。いや、ダブルは何人で先輩としてるんだけど、うまい人で、あ、もうそのジャブかかるなとか、こう、真似してる。で、あ、どうかなぁ、みたいな、みんなが、角度どうやろう、そのイメージが大事。失礼しました。この真似めっちゃ大事。よし、これが本当のスウェー。